こんにちは、植木の家のジジイです。造幣局から荷物が届きましたので、これを開けてみます。さて、何が入っているのかと言いますと、これです。カンボジアジャパン70周年アニバーサリー。あれ、これって前回世界の銀貨で紹介したカンボジアと同じですかね。前回はこちらでした。これは確か60年アニバーサリーって書いてあります。60年、70年、10年ごとに出してるんですね、カンボジアと日本の銀貨っていうのは。開けてみます。グレーの箱に入っています、ケースね。うっと出てきました。こちらです。2023年日本カンボジア友好70周年です。裏側がこんな感じです。これを前回のと比べてみます。箱の色は一緒ですね。10年前はこんな感じです。2013年、今回はこれです。2023年。日本カンボジア友好70周年、カンボジア5000リエル銀貨幣だそうです。1953年に日本とカンボジアが外交関係を樹立してから70周年、去年2023年が70周年です。ということは10年おきにこれを出してるんですね。で、重さが 20g、 92.5% の銀、前回と同じです。そう考えてみると、前回同じ仕様のラオスも紹介しました。こちらですね、ラオス。まだ同じように日本の造幣局から出した銀貨がいろんな国でありました。こちらがミャンマーですね。ミャンマー60周、2014年5000チャット、これも日本の造幣局から出ていました。そしてまだ持っているのがこちらです。2012年に出た、これはスリランカです。こちらがスリランカ
パ・コトマレ水力発電所、日本・スリランカ国交樹立60周年。こちらが1000ルビー、これも 92.5%、 20g。このミャンマー、それから今回来たカンボジア、みんな同じサイズ、同じ重さ、同じ直径、重さ同じ銀の含有量です。こう並べてみました。カンボジア、ラオス、スリランカ、ミャンマー、いろいろな国から日本の造幣局に注文が来て、この他にもいくつかこういう関係の銀貨があるみたいです。こうして並べるとそれらも集めたくなってしまうバカなジジイです。それではBye-bye.